透過率ではなく貼ってはいけませんってコメント来てた。今の車は UV ガラスを使用しているのが普通ですが、昔の車は UV ガラスがありませんでした。そこで昔は UV フィルムが純正オプションで付けれるようになっていたみたい。フィルムを貼ることが違法なのではなく、フィルムの色と透過率が保安基準を満たしているかどうかの問題なんだそうです。今日もセブンなり。